何やってんの？おお、使いゆる使いゆる。ごめん、叩いた。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーンの時刻は2020年4月29日、水曜日の午後4時24分です。今日は特にお知らせはありません。週も半ばになりましたので、後半も元気に過ごせるように無理はなさらないでくださいね。あ、明日で最後か、最後か、4月。それでは。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。スマホが鳴っている。お、あらが増えよるね。もしもし、こちら、たぬき商店の豆吉です。買取ボックスに入れてくださったお品物の代金28,033ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。お、誰かから手紙が。あ、レックスか。なるほどね。虫好きなアイナ様。青筋アゲハをモデルに制作した作品が完成しましたのでお送りします。虫に対する興味をありがとう。君と虫の心の距離がより一層近づきますように。虫のアーティスト、レックス。これで、アウスジアゲハが。あれよね？そっか、虫は、モンシロをやっとったやんけ。こんな感じ。でかいな。でかいな。まあ、家具やけん、そんなもんか。でもなんか、あれだな、虫が苦手な身としては、不気味な感じはするよね、若干。何やってんの？おお、使いゆる使いゆる。ごめん、叩いた。まあ、お会いできて嬉しいですよ。お話ししよう。このくらいの時間ってお腹が空いちゃうんですよね。でも夕ご飯まで我慢ですよ。あ、そういえばね、今日は、あれなんよ。私、まだポケモリとのコラボ家具を受け取ってなかったなと思って。あ、かわいい。メガネかけとる。それを受け取ろうと。え、これはタダで受け取れるの？それとも、一応なんか必要なんかな。タヌキ開発マルチメディア端末タヌポートでございます。1日1回にタヌポートへのアクセス特典マイルを付与いたします。2日連続ボーナス80マイル。ご利用になりたいサービスをお選びください。タヌキショッピング？タヌキショッピングで、普通に？ここ？あ、で、これか。キャンペーン。イエーイ。一応なんか、ポケモリの方、ポケモリの、マイニンテンドーやっけ？かなんかっていうところで、番号をダウンロードして、あ、ベルで買えるんやね。ふんふん。番号をダウンロードして、それをね、ニンテンドー e-shop で入力したら、この、アイテムが増えるらしいんで、え、めっちゃ可愛くない？超絶可愛い。キャンプ場の看板絶対いることない？待って、これ、オーダーして、木漏れ日広場の飾り。フォーチュンクッキーワゴンとか欲しい。絶対いるやつ。OK ゲームマシン。なんかね、どの辺に置こうかなみたいな思うものはいっぱいあるんよね。OK モータースの看板。この辺なんか全部欲しいよね。てかあれじゃない？全部買ったんでよくない？ね、せっかくのコラボ商品やし。5点まで。5点までらしいわ。初めて知った今。かわいい。私、A 派やな。A 派。ね、めっちゃかわいいよね。まあ、とりあえず、最初に欲しいなと思ったものは全部買ったかな。まあ、残りのものもまたね、今度。あ、待って、普通の方とかも。ちょ、普通の方も。もしかして、こっちも合わせて？こっちも合わせて5か、5つまで？お散歩。ほら、やっぱりそうや。え？ってことは、あれは？たぬきマイル交換は？こっちも？でも、とりあえず、このマイル数で欲しいもの。わたあめの屋台。わたあめの屋台もね、どうしようかなって思うよね。なんか、どこに置こうかっていう感じやし。まあ、とりあえず今回はあれだけでよきかな。あ、ヘアカラーも増やせるんや。へえ。
あ、髪型だけじゃないんやね。カラーも。ほうほうほう。クールヘアアレンジベスト8。よし。じゃあ今回はこんな感じで。よきよきいいね。とりあえずキャンプ場の案内看板とかはさ、もう確実にあっちのキャンプ場に置くやん。もう絶対置くやん。お、なに？アイナさん。あら？今日はあなたに新しいリアクションを教えてあげようと思って声をかけたの。うんうん。何を教えてあげるつもりだったんだっけ？変ね。さっきまで覚えたのに。って、今のうんはどうかしら？考え事をするときにぴったりのリアクションでしょ？だってば。うんはどうかしら？最初に思っとったのとは違うってこと？いや、いいけども。うーんなリアクションを教えてもらった。むむー。かわいい。んと？これやろ。見えねえ。見えねえ。ねえ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 、ちょっと。ね、思うんやけどさ、あれじゃない？なんか、みんなさ、こっちがリアクションをしたいと思っとるときにさ、どっか行くやん？ね、もうちょっとちゃんと見てくれる。ちょっと、ちゃんと見てって言ってるじゃん。私がおらん方に行きよる。悲しい。いや、これで足止めしてからの、あ、なんか困ったような顔しとる。一旦リアクションで足止めしてからの方がいいんかな。なんてこと。いらっしゃいませ、ませ。たぬき商店へようこそ、ようこそ。ってことで。あー、なんかこの棚可愛いような気はするけど、ちょっと中華風な感じよね。これにしよっかな。あ、てか、今更思ったんやけどさ、なんか一番端のやつだけ、値札違うね。高級品ってことか。ってことはこれも高いんすか。そちらの商品は蓄音機でございます。蓄音機ってそんな高かった？蓄音機ってそんなに高いものやったっけ？あれ？なんかそんな記憶が全くないんやけど、飛び盛りの時結構普通にゲットしてなかった？そうでもない？そうでもなかったっすか？ね、ここってさ、花とかも入れ替わりよる？商品。花はそのまんまなんかな？あ、なんかそのまんまっぽいね。そのまんまっぽいね。私、オレンジのアネモネを買ったはずやけん。ちょっと、白いアネモネも買っていくか。あ、てか公園のとこのアネモネね。ちょっと花壇っぽくしようと思って。私は今、柵を持ってきているのだけれど。それを設置しましょう。ありがとうございました。何？びっくりしたな。覗いてた？怖っ。恐ろしい。どれぐらいで咲くかな？咲いた？あ、今、つぼみ？まだ咲いてないよね。で、これで、ちょっと素朴な木製の柵で囲んでいこうかなと、思いまして。は。ちゃんと通れるし、良きかな、良きかな、あれ。ちょ、あれ。この辺か。なんか結構距離が必要よね。この部分めっちゃ気になるな。私がギリギリのとこに作った件なんやろうけど。ちょいと木を切り、待って。そういえばさ、あれじゃない？緊急脱出が使えるみたいな。はい、緊急脱出サービス。島の中で何かに道を塞がれたりして、身動きが取れなくなるなどの緊急事態には、こちらのサービスをご利用ください。ご自宅や案内所などでお客様を速やかにお送りします。ご利用には、たぬきマイレージプログラムのマイルが必要です。ほう。100マイルやったっけ？緊急脱出サービスをお願いする？します。確実にこれ、刺されとるよね。はい、お電話ありがとうございます。こちら、緊急脱出サービスでございます。お客さんは？はいはい、アイナ島のアイナさんですね。お客さん、ご利用は初めてやと思いますんで、簡単に説明させてもらいますわ。
その間に私は多分ボコボコになってると思うんだ。このサービスは道が塞がってしまったり、何らかの事情で身動きが取れんようになってしまった人を安全な場所までピューッと一瞬で送り届けさせてもらうっちゅう画期的なサービスなんですわ。どうやってるかはまあ企業秘密なんで詮索せんといてくださいね。利用料として1回につき100マイルいただいてますけど、どないします？まあ100マイル、あっという間にね。あっという間に溜まるけんね。はいはい。ほな、100マイル先払いでもらっときます。そしたらお客さん、どこに送らせてもらいましょう。じゃあ自宅までお願いします。お客さんのご自宅ね、了解です。あれ、こっちのボタンでええんよな。よし、じゃあほな、行きますぜ。レンジャー。おー、脱出。ほれ、着きましたね。そうそう、最後に一つだけ。島も頭も詰め込みすぎたらパンクしてしまうんやで。何事もほどほどが一番や。ほな。懐かしのリセットさん。オペレーターという名のリセットさん。あれなんかなぁ。あつ森では姿は現さん感じなんかな。寂しいわ。よいしょ。ふぅ。まあ、こうして無事刺されることもなく生還したわけだけども。だけども。あれ確実に刺されとるよね。あれで刺されてないっておかしい気がするんだけども。そういうもんなんすか。ここも切り倒しとこっか。なんかちょっと。ね。ぎゅうぎゅうな感じがする。よいしょー。さあ、オッケーオッケー。もうこれでいい感じに花壇にね、こっちから入る。もうここがすごい気になるけど。あっこがめちゃくちゃ気になるけど、これ丸ごと移動できたらいいのにな。ね。お、アンチョビー。ヤッホー。やあ、こんにちは、弟子。世間話でも。アイナ島ってお散歩で一回りするとお腹が空く、ちょうどいい大きさだよね、弟子。もしかしてその中はおやつとかかな。あの、バスケットの中に入っているのは。なんかアイダホが、一休み中？こんにちは、相変わらず元気そうだな、あの心。アイダホの方が元気そうやけどね。絶好のトレーニング日和だな。オイラの筋肉も喜んでるぞ、の心。プロテインでも飲んでるのかしら。あ、あったあった。はい、これ。ってことで今日のレシピは、気合の入っているお前へ。おいらレシピとか見ない方だけど、この間直感で作ったら最高傑作ができたんだ。みんなにも作ってほしいからレシピを教えるぞ。へへ、驚くなよ。適当でもなんとかなるからさ。技あり、博士より。博士、あの豚？豚の子かな？ワイルドな丸太のベンチ。これあれやのに、キャンプ場に置いとるやつやないよ。ワイルドな丸太のベンチって。くそー、もっと知らないやつを教えろよー。たぬきちや。橋を架けたい橋を。あゆなさん、どうもどうも。こちらは建築相談カウンターだもん。どういったご用件だのも？インフラ整備の相談。インフラ整備の相談だのもね。今ならこういう相談乗れるけど、具体的には何をご希望だなの？橋や坂の相談。橋や坂についての相談ね。どういった相談だなの？橋を架けたい。お、新しい橋が欲しいのかな。橋が架かれば川を挟む土地の行き来がとっても楽になるだなも。じゃあカタログから好きな橋を選んでね。ってことやから、今回は、石の橋の方かな。うん、石の橋を。石の橋だね。じゃあこの橋の設置工事を進めても大丈夫かな。お願いします。はいはい。じゃあ橋を作りたい場所をアイナさん自身で選んできてほしいんだなも。場所を確保するための橋用定置キットをポケットに入れておいたから、好きなところにセットしてきてね。橋が架けられそうな顔岸で使えば、どんな感じに橋が作られるか、イメージが膨らむと思うだなも。了解です。ってことで、ちょっと今回は左側の方に行こうかなと思ってるんだ。この辺かな？橋予定チキット。
もうちょい、この辺か？ダメなのか。どのあたりだ？もう、ズバリここ？崖の近くすぎる。かけれんやん、じゃあ。ってことは、もっとなんか土地の形を変えれるようにならんと、あっこは難しいかな。じゃあ、右側にしよう。こっちの、ま、キャンプ場あたり。このキャンプ場あたりから、あれは崖から近すぎるんよね。この辺は？まっすぐじゃないけん、無理かな。あ、いけるんか、これは。ちょっと待って。ってことは、ここがキャンプ場。ここにしよう。石の端の場所はここにしようかな。想像してみる。ここにしよう、ここ。オッケー。イエーイ。橋を架ける場所を決めた。新しい土地への架け橋だ。まあ、新しい土地ではないんだけど。新しい土地ではないんだけど、これで、あと、まあ、何、島クリエイターできるよ。これ捕まえたことないやつじゃない？どうよ。ん？これは、赤エリトリバネアゲハを捕まえた。ちっちゃな赤エリがキュート。気持ち悪いよ。だいぶ気持ち悪いけど、何がキュートなんだか。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあ、私、鳥森の方でもさ、虫とか魚とか全然コンプリートできんかったけん、美術品もか、化石しかコンプリートできんかったけん、今回はね、していきたいなとは、一応思うんやけど、難しそうやね。